氏康は頑固だが実直、これで一安心だ。晴信も長尾に集中せざるを得まい。さすがは摂斎、これぞ100年の大家といったところかの。今は力あるものの決め事に従っておいてやろう。今はな、武田と長尾両家を敵に回すことはできぬ。今はこの命を受け入れざるを得ぬか。この同盟が結べられる際、三家の大名が駿河の善徳寺にて一堂に会したという伝承がある。その真偽はさておき、目的の明確なこの同盟が締結されたことで、今川、武田、北条の3つの大同盟の戦略は新たな局面を迎えることになるのである。